こんばんは、プリティです。ゆっくり茶番劇の少々問題やっと解決みたい。あと解決っつうのはあともうちょいだけど、あれから1年半かかってたのね。特許庁が無効審判、まあ、その経緯をね、ニコニコがねご紹介くださってますので、ゆっくり茶番劇少々についてのお知らせじゃ。2022年2月24日に登録されたゆっくり茶番劇商標登録651万8338号について、そもそも商標として登録されるべきではなかったことを明らかにするために無効審判を請求しておったが、7月12日付で無効審決が下されたとの通知を特許庁より受領じゃ。すでに本件商標登録は放棄による抹消となっておるが、登録日から抹消日までの間は商標権がちゃっかり発生しておったで。この無効審決は過去に遡り初めからなかったことにして当該商標権を打ち消すものやったんじゃ。一定期間内に審決取り消し訴訟が提起されなければゆっくり茶番劇の登録を無効とすべきと判断した無効審決が確定したわ。無効審決の確定をもってゆっくり茶番劇にまつわる商標権についての問題がすべて解決じゃ。審決が確定したら改めてお知らせする件の。すでに本件商標登録は放棄による抹消となっておるが、登録日から抹消日までの間は商標権が発生しておったんじゃ。一銭も銭を渡すわけにはいかん。この無効審決は過去に遡り初めからなかったことにして当該商標権を打ち消すものじゃ。当たり前だのクラッカーじゃ。一定期間内に審決取り消し訴訟が提起されなければゆっくり茶番劇の登録を無効とすべきと判断した無効審決が確定しておるから、これで安心じゃ。無効審決の確定をもってゆっくり茶番劇にまつわる商標権についての問題がすべて解決じゃな。審決が確定したら改めてお知らせする件の。当該騒動が発生してからおよそ1年半という長い時間がかかってしまったが、法律事務所の和解集や特許庁の和解集、報道の和解集、そして何より温かい応援をくださったニコニコユーザー、インターネット住民の和解集に厚くお礼申し上げまする。なお、これまでの経緯と今回の詳細についてはこちらのニコニコインフォを見てちょ。ニコニコは今後もクリエイターたちが自由に創作活動を楽しめる日本独自のサービスとして運営を続けていっから、 YouTube よりニコを見ろや。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようマジで頼むわ。まあせやね、元からあるものをわしのもんじゃっつってさ、商標登録したらもう何でも、納豆もそうじゃん。納豆とか、あと麦茶とか、あとなんだろう、ヨーグルトとかも、わしの芋あのかあのとか溶けじゃっつってさ、うん、まあなんか何でもかんでもさ、あの商標登録してる、あのどっかのチャイナっていう国があるらしいんだけど、え、どこの国よくわかんないけど、なんかチャイナというどっかの国がね、何でもかんでも商標登録してるけど、そんなの許さへんよ、うん、特に日本国内ではね。いやもうほんと長かったね、1年半。でニコニコが先陣切ってやったろわって言ったけど、ほんとやったったね、うん、ニコニコちょっと見直しました。おばちゃんね、ニコニコなんか、ま、これが YouTube とはちょっと全然違くて、やっぱり抜きに出てるっていうのは、例えば、おばちゃんがね、1ヶ月、YouTube で収益1万円だったとするでしょ？ニコニコはね、150円とか200円ぐらい、抜きに出てるでしょ？でも、ほんと見に来る人も少なくなっちゃってさ、ニコニコは特に。YouTube も今だんだん少なくなっちゃってるけど。なんか悲しくなってきちゃったよ。どうしよう、ちょっと。家の近くの自販機で、なんかジュース買ってちょっとテンション上げようかしら。炭酸入ってんので。おばちゃんなんかすごく今テンション下がっちゃった。あ、そういえばね、自民党が、ちょっとなんか今やばいじゃん。重税貸し続けててさ、支持率下がってるでしょ。だからこんなこと言い出したのよ。
もうそろそろさ、外国人の生活保護を見直すべきじゃないって。そもそもよ。そもそも、なんで外国人に支給してるのかしら。っていうだけのニュースです。支持率下がってきます。今さ、ビッグモーいっぱい叩かれてるじゃん。これも今話題になってんだよ。ビッグモー、大田店前の街路樹に除草剤が撒かれたというヤフコメが話題になっていますが、画像1枚目。検証した店舗のすべてにおいて、店舗前のみの街路樹や植栽が除草剤を撒かれたのか、枯れて伐採されていたことをお知らせいたします。上がビッグモーター移転前、下が移転後の比較写真です。群馬県の大田店も不自然なことになっています。他の店舗もってこと？嘘よ！だって、ビッグもちゃんとした一流の企業よ。そんななく嘘よ！ビッグも前の街路樹だけ枯れてしまい、現在は全て伐採され、店舗の車が見やすい状態です。他の各種の街路樹は一切枯れていません。伐採される前に除草剤をまかれたので、目撃情報募集の縦看板がしばらく設置されていましたが、伐採されたと同時に縦看板も外されました。本来であればこの時期、てか、伐採してもこういうの撒いた人がいますっていうんで、そういう看板普通、ねえ、立て続け、どの看板も嘘よ、こんなの嘘や。で、本来であればこの時期は街路樹は緑で生い茂り、通り沿いの店舗にとって店舗の視認性が悪くなるので邪魔なのは確かですが、ビッグモーター大田店前だけは街路樹がなく、伐採後は明らかに展示車が見やすくなっていて、自作自演を疑うレベルです。ビッグモーターがオープンして数ヶ月後に店舗の部分だけ街路樹が枯れてたので、おかしいって思ってました。まあ、確かに上が、何その、ビッグモが来る前。で、その人、確かに枯れてるけど。で、それ、何一流の企業よ、ビッグモ。嘘よ笑ってないよ、おばちゃん。笑ってないです。嘘よこんなの嘘よ。ビッグモの第二半和店。まあ、緑に多い。嘘よ。嘘よ。え、カリスカ店。嘘あ、ごめん、おんちゃん、おばちゃんタップしたくなってきた。え？数々の。どういうことですか、これ。どういうことあれじゃない、あの、ジョジョのあの、年取っちゃうスタンド使うやつ。あの、なんか電車でさ、ブッチャラティが戦ったやつ。あれ、年取っちゃうでしょ。あれじゃない、それだって考えられないじゃない。なんでここだって、変えるってどういうことよ。いやもうスタンド能力しか考えられません、おばちゃん。損保ジャパンがパンドラの箱を開ける可能性が浮上、ビッグモーターに異例の特権を与えていた。損保ジャパンに自由作用はあるのか。中古車販売大手ビッグモー、まあ、港区の、まあその辺だな、あやば変なって言っちゃったもう大企業が事故車修理における保険金を不正に水増し請求していた問題で、管理会社である損保ジャパンは、損害査定や保険金支払い体制などに問題がなかったが、弁護士など第三者による調査チームを立ち上げる方針で検討に入った。損保ジャパンはビッグモノ修理を担う板金部門や自動車保険の販売を担う保険部門などに、これまで延べ37人の出向者を送り込んでいるにもかかわらず、不正請求を認識していなかったとの答弁を繰り返していることで、癒着疑惑は一向に晴れず、批判の声が高まっていた。嘘や。だって、保険会社でしょ？そんななんか、
ね、不正だな、癒着とか。嘘よ。今回なんかよく言われてるのは、疑惑の色を一層濃くしているのが、2019年4月にビッグモエ導入した事故車車両修理における完全査定レスの仕組み。それまではビッグモが修理作業の見積もりを作成し、損保ジャパンの損害査定にアジャスターが見積もりをチェックし、問題がなければ修理に着手するという流れだったんだけど、そのチェック工程は完全に省略し、ビッグモの見積もりをほぼノーチェックで通して、金金支払う形に変えたのだ。当時の板金部門の部長は、社内向けの LINE で、全29工場は完全査定レスとなり、大幅に事業効率は上がりますと、高らかに宣言していた。しかし、この時点ですでに実態のない修理作業による保険金の水増し請求は横行していた。あ、その時期に？いや、偶然よ。いや、もうそれをね、なんかもう疑惑とか、もう完全に狂いとかっていうのはもう、言いかけるよね。で、なおかつ見積もりの出来が悪い、作業と関係ない部品が請求に含まれていたというクレームが、三井住友海上火災保険や東京海上日常火災保険からビッグモエ頻繁に寄せられていた時期でもある。え、三井住友海上火災保険や東京海上日常火災を、あの、今ちょっと喉乾いたから外でゲッチュ買ってくる。もうごめんなさい、なんかもう疲れちゃって、いっぱいなんかニュース読んでたら、喉カラカラになっちゃった。ゲッチュ買ってくる。ねえ、おばちゃん。あら、ラビちゃんどうしたの？もし故障がかさめば保険料上がるじゃん。ラビちゃん、ゲッチュ飲みに行きましょう。え、どういうこと？暑いから飲みに行きたいでしょ、ジュッチュ。ええー、と、ねえ、保険料。ラビちゃん、ジュッチュ飲みたいでしょ。おばちゃん、おばちゃん怖いよ。ジュッチュ飲みたいでしょ。怖いよ。ビビってくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。